近藤道夫は、日本の海軍軍人、大倉官僚、実業家。国税庁長官を経て、白報道代表取締役社長を務めた。1982年聖シルベステル騎士、団長勲章。1992年勲一等随法章。1993年日本宣伝招大賞を受賞神奈川県小田原市出身。 旧制小田原中学校、旧制武蔵高校を経て、1942年7月に高等文館試験行政課に合格、同年9月に東京帝国大学法学部政治学科を卒業。同年同月、大倉省に入省して理財局に配置される。高等試験は100番前後で、入省成績も、藍沢秀幸が最下位で、近藤がブービーだと言われていた。 入省直後に、海軍経理学校保守学生、海軍主計見習い官に、いわゆる短期現役組休憩。1943年1月に、海軍主計中尉、1944年5月に、同隊員に。戦後の1947年3月、大倉省に復帰。1956年12月27日、池田隼人、大倉大臣に秘書官。 後大臣官房秘書課長、銀行局総務課長、大阪国税局長を歴任し、1968年6月7日に大臣官房長、1970年3月3日に銀行局長となり、1972年より国税庁長官に就任。銀行局長在任時代の1971年、戦後初の大型銀行合併である。 第一銀行、日本官僚銀行の合併に関与した。1975年7月より、博報堂代表取締役社長の福井淳一が、自ら副社長に降格して、近藤を社長に迎えた。博報堂としても国税庁長官経験者としても、異例の就任であった。その後、関博士生前会長の告訴を受けた、東京地検特捜部により、 福井が特別配任で逮捕されたが、近藤は社長になってから売上高を前年比173億円に押し上げた。1983年、白報道代表取締役会長。1994年2月1日より、白報道代表取締役。2002年6月25日より、同社最高顧問。2010年6月30日、 救世心不全により死去。九十歳没。趣味、特技は、茶の湯、読書、ゴールフ。号は、平志願修道。ありがとうございます。